ベーダ。おっ、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、なんですか、びっくりしました今。ちょっと動詞に変えた。どうしよう、やらなかった。ちょっとベーダって言わ、やらなかった。いやー、もう豊さんだけですかね。そう。お前なんか格好つけ出したの、お前ヒゲとか生えたくない。いやいや、自分いつも生えてますよ。そうなんか、広げついたな、なんか。いやいや、ついてないですよ。ちょっと、本当1人ぐらい売れたぐらいで、お前ヒゲ生やすな、お前。はい、ということで。いいっすよ。いいっすか、本題の方行って。今回ですね、キャンプの裏側、沖縄キャンプとか、豊さんも経験されてると思うんですけど、いろいろ裏側をちょっといろいろ聞いていきたいなと。僕らは分かんないじゃないですか、現地にもそんなに行けないですし。沖縄キャンプ、キャンプ全体で言う、昔からの、どうする？そっちの方が昔はちゃめちゃだったからな。じゃあそっちの方が意外に、そっちの方が聞きたいですね。裏側まあまあ太陽から話すとさ、草薙っていうところでキャンプ張ってたんだよ。で、草薙って東京間近いじゃない、1時間10分ぐらいで行くじゃん、小玉で、横浜までか。そしたら前日から帰れるんだよ、自宅に、もしくは遊びにとか。まあ名目は遊びではない。大丈夫ですか、仮面は。シャキーンはありましたね、今。まあ、家庭サービスと。ああ、なるほど、なるほど。で、独身の選手は帰れなかったんだよ。あ、そうなんですね。でも、その中で、家に帰らずに、変なとこ行っちゃって、それを奥さんにバレて、なんか、家庭がぐちゃぐちゃになったんだよ。そういう、そういうな、みたいな、まあ、その選手は離婚はしなかったけど、なんか、修羅場を迎えたって、まあ、こともあったし、俺らまだ草薙の時は独身だったから帰れない、でも外泊 OK、だからまあ彼女とかいたら遊びに来てくんないかと、でまあデートを楽しむ、まあ、そういうこともできた、でも沖縄ってそうはなかなか行かないじゃん。まあそうですね、ないですよね、ちょっと来てーっつって。遠いよね、さすがにそういう感じにはならないですね。だからプロ野球選手っていうのは大変なんだよ、キャンプの時って。お男ばっかりの世界で悶々とするし、だからまあゲームを持ち込んで、ゲーム対決やってたりだとかはするけど、ただ俺が一番びっくりしたのは、まあ今はもうそんなことないと思うけど、日本ハムに移籍した時に、移籍したばっかりで1年目で、だから誰と仲がいいとかそんなことじゃないわけだよ、やっぱりやらなきゃいけないとかさ、そういうことをこう考えててキャンプに臨んでて、誰もいないわけよ、練習終わってから。本当に見当たらないの、ホテルにってことですね。それはもう太陽時代とか DeNA 時代はさ、ベイスターズ時代はパッとホテルから出たら、部屋から出たら何回かんかでこう動いてるわけよ、誰かしらがいると。日本ハムって合わないわけよ、おかしいなと思って。で、片岡っていうのはいたわけ、ね、当時ね、あ、まあ、昨年まで阪神のヘッドコーチ、片岡だけど、片岡って言って、みんなどこ行ってんのって聞いたら、みんなパチンコですよ。でもね、だからといって練習に支障をきたすとかそういうのはないの、あのチームは本当に練習を一生懸命やる、球団によってやっぱ全然違うんだなとか思って。これ聞いた話だけどさ、沖縄キャンプの時期って、なんか店も閉めるらしいんだよね、あんまり出さないように。ああ、なるほどなるほど。カモなんだよ、カモさんみたいな。持ってますね、こっちも。持ってるし、ガンガン突っ込みますもんね。ガンガン突っ込むでしょ。でもさ、みんなで行くとさ、誰かやっぱ勝つわけだよ。いや、まあ誰かしらはやっぱり。だからここに夢を持つわけ、みんな。よし、今日は俺の番だみたいな。全部吸い取られるみたいな。ね、話してる。一周やってほしいわ。でもね、俺ね、パチンコとかはやんなかったの。おお。なぜかというと、小さい勝負はしないって決めてた。なるほど。なるほど。かっこいい。